じゃこんにちは。はい、豊さん。おう、あの先日なんかこの生活も長いな。もうなんか結構これ長くなってきましたね。長くなったな。なんかゴージャスな家に住んでんだね、はい、ゴージャスなやつ。そんなことない。いや、なんか後ろのソファーなんかものすごいいいソファーみたいだ。いや、豊さん家のソファーも、あ、豊さんの椅子ももしかして、それいつもあのスタジオで使ってたあの椅子じゃないですか。そうだよ。え、その座椅子版。座椅子もあるんですか。座椅子もあるんだよ。使いやすいです。使いめちゃくちゃ使いやすい。いいな。だから今ほら、あのズーム飲み会とかね、家でオンライン飲み会とかしてる方たち、その座椅子使ってやるっていうのもいいんじゃないですか、うん、いや全然楽だよこれ本当に。あ、本当ですか。あ、後でちょっと私座り心地もいいし。いいな、なんか快適な自宅生活を送ってるじゃないですか。いや、もうね、自炊疲れインスタにどんどんアップされますね、自炊が。そう美味しそうですけど、ね、ちょっと話題は戻しまして、はい、はい、あの、先日、こう、うん、例えば、パッと活躍してでもその後、うん、まあ、怪我だったり、いろんな、まあ、理由で球界をこう短い間に去っていった選手というのを3名取り上げたじゃないですか、うん、でみんな投手だったんですけれども、これ、うん、あの別に決めてなかったんだよね、野手も投手もって。全然偶然に投手になっちゃったよね。あれ不思議ですね。あ、でもさ、コメント欄見た？見ました。みんなの心の中に生きてるね、うん、まだね、選手たちは。そうでしたね。あとあの3投手以外の選手たちも皆さん挙げてくださって。そうだな。うん、温かいよね、みんなね。うん、思いました。皆さんやっぱ野球が好きでっていう。だから今日は野手編で、はい、また3人ちょっと取り上げてみたいよね。そうですね、今日は野手編で、はい。じゃあまずどの選手からいきましょうか。亀山かな。あー、あの阪神にいた。そうそう、うん、亀山新庄って大体同時期に出てきたんだよね。はい。で亀山ってすごくさ、ガッツがあって、うん、何をしてくるかわからないっていう選手だったんだよ。で、あ、また嫌なやつ出てきたなとか思ったんだけど、うん、いや、あのままこう活躍が続けばすっごいいやらしい選手になってたよね。で、左バッターで足速くてさ、うん、なんかすごく守りづらいバッターの一人だったね。あ、守りづらい。うん、あのセーフティーバントとかもやってくるんだよ、小技も。はい、うん、そしたら俺一塁、あのセカンドから一塁ベースをカバーしなきゃいけないかったりだとか、うん、そしたらちょっと一、二塁間寄りに守ってるとセンター前抜けてったりとかさ、はい、なんかすごいいやらしかったなって。でガッツもあるからさ、よくこうヘッドスライディングをしてるイメージ。あ、そうそうそう、がすごい私はありました。そう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 、うん、だからすごくガッツも感じるし、はい、でなんかこうゲッツーとかも、うん、643とか543の時、うん、ベース入るじゃない、はい、必ずこうやって投げてくるとスライディングが足元くるんだよね、うんうん、そんなラフじゃないんだけど、はい、すごくこう速かったよね、スピードが。あー、守っててもだからやりづらい。いやー、すごい、守りづらい選手だったし、やりづらい選手だったな。ああいう選手がこう長くこうなんていうの、選手生命を送れればすごい選手になってたと思うけどね、はい、そうですよね。で、あのプロ入りしたのがこれ87年で、初出場が89年で、うん、97年に最終出場になってるので、うん、賞味だから8年。8年だけど実働2年ぐらいでしょ。あ、そうですね。あの特にそのウエスタンリーグとかでは首位打者とかと、あの盗塁を取ったりとかしてたんですけれども、結局その93年にダイビングキャッチで右肩脱臼してからがっていうことですよね。そうだね、怪我だよね、やっぱりね。私たちなんかはそのヘッドラススライディングだったり、新庄選手とのコンビだったり、あとその現役生活終わった後の解説っていうそのキャラクターがすごく立ってたので、うん、まあそうだね、うん、なんかそういうなんか長くやったような感じが印象的にはするだろうけど、はい、でも1年のインパクトはすごかったね。
ああ、そうだったんですね。うん、じゃあ、2方目いきますか。2方目は、うん、まあ、赤星かな。ああ、赤星さん。うん、で赤星はずっと長くやったような感じはするじゃない。そうですね、イメージは。もうで成績もちゃんとした収めてるんだけど、はい、やっぱ怪我で泣いた選手だよね。あ、首の怪我で多分センターダイビングキャッチした時に首を痛めてるんだよね。ああ、だからスピードのある選手って怖いんだよね、やっぱその反動もでかいから。あ、だから赤星の足だったら、はい、もう本当は600盗塁ぐらいいけたんじゃないかなっていう盗塁の技術もあったしね。生涯の盗塁数、まあ、通算9年なんですけど381だったの、本当だったらもっとってことですね。もっともっといけたと思うよ。その豊さんが見てる赤星さんのイメージで、その足だったりそのバッティングだったりどういった選手でした？あ、やっぱりもう3拍子揃ってた選手だよね。うん、で一番でもいやらしいバッターだったしさ、うん、で出たら必ず盗塁するっていう選手だったんだけど、うん、やっぱこう首の故障があった時ぐらいからは、うん、ちょっとやっぱこうタンパクさも目立ったし、うん、でやっぱ相当悪かったんだろうなっていう印象を受けてる。もったいない選手だよね。本当だったらもっともっと活躍できてたってことですよね。まだ、まあ、もちろん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 、うん、ただまあ印象的なのはその優勝決めるときに星野さんからアドバイスがあって、はい、ライトオーバーのカーブだったかな、カーブをヒットして、うん、まあ、そのヒットが優勝を導いたんだけど、うん、だから、うん、持ってる選手だったよね、いろいろ持ってる、うん、いろいろなんかこう意外性も含めてさ、うん、ああ勝負を持ってたりだとかさ、はい、そういうする選手の一人だったと思うしね。うん、また気が短いそれはなんかこう短気というか、すぐカッとなっちゃうってことですか？あのね、ヒーローインタビュー受けてる時に、うん、上からやじられたら、うん、ヒーローインタビューそっちのけで、うん、上と喧嘩してたからね、やがましいって本当ですか？あ、じゃないと故障しながらも、うん、こうなんとか粘って頑張ろうっていうことはできなかったと思うよね、そのぐらいの気持ちがないと。そうですよね。でもそのぐらいの気の強さがあってもやっぱり最終的にはその怪我にはやっぱり勝てなかったっていうのは相当な苦しさだった、ね、相当なダメージだったんだと思う。で最後3人目ですけれども、これはね、うん、もうやっぱ涙が出てくるね、思い出すと。吉村、巨人の。あ、巨人の。これはもう皆さん思ってるでしょうね。特にいや、この選手は、うん、トリプルスリーが必ず達成できた選手だよ。ああ、そうだったんですね。ああ、これはもう最初吉村が出てきた時、はい、あ、これがバッティングだって思ったもんね。その吉村さんのバッティングっていうのはどういった特徴だったんですか？いや、もうね、ヘッドの使い方、バットのヘッドの使い方がうまいんだよ。だから肩が開かないの、うん、もうね、バットのヘッドのコントロールで打っていくわけよ。うん、でパワーもある、はい、足も速い、うん、肩も強い、うん、もうね本当に3拍子揃ってたから。あ、そうだった。まあ、今でいう山田哲人みたいな選手が外野を守ってたっていう、まあ、丸山っていう札幌のね球場で、はい、うん、吉村が完全に落下点入ってる、はい、でもまあ名前はあえて伏せるけど、うん、センターから突っ込んできてね。でもその選手は守備要員で入ったわけよ。はい、だから一つのボールに必死だったわけね、うん、周りが見えなかった、うん、で吉村の膝にもうトップスピードで当たったという、はい、うん、でもあれがなかったとしたら、うん、相当、まあ、名球会は必ず入ってるだろうし、はい、もうねトップクラスの数字は残してたと思う。そうだったんですね。あ、だからもったいなかった。あの84年にレギュラー定着して88年にその怪我があったので、正味その4年間だけだったんですけど、その私が子どもの頃に見てた印象では4年以上のもっと長くもっと活躍した選手っていう印象があったので、4年、ね、って、うん、そのぐらい多分すごい濃い4年だったっていうことなんでしょうね。濃いというかやっぱり
もう巨人の中心選手だったもんね。うんうん、あまあそれで、まあ、復帰戦も見たけど、はい、膝にこうねコルセットかなんかして、うん、打席に立って、はい、まあ、セカンドゴロだったかな。で一塁走る姿を見た時に、うん、やっぱ涙が出そうになったよね。あそれは敵でいていたけれどもっていうことですよね。うん、やっぱり復帰するまでも時間がかかったしさ、はい、まあ、相当な努力もその後したんだろうなと思うとさ、はい、なんか胸が痛くなったよね。そうですよね。ちょっと調べてみたらその怪我っていうのはもう交通事故レベルでものすごい実は怪我だったっていうのを知って、でその88年に怪我があって最終出場が98年なので、その後10年間はまだ、うん、ね、巨人の選手としていたということは、うん、どうにかして復帰したい、どうにかしてまたやりたいっていうその気持ちがすごかった、その10年っていうことですよね。そうだね。まあ、それとやっぱこう守備にはそんなにつけない、はい、勝っただろうけど、バッティングだけはやっぱすごかったね。ああ、そうなんだ、ね。うん、いや、それは怪我する前よりはそれはもちろん落ちたよ、はい、落ちたけど、うん、でもバッティングは使えた。ああ、そっか、うん、なんか豊さんも同じ野手、今日3人取り上げてくださいましたけれども、豊さん野手で野手にとってのその怪我で出られないとか、うん、怪我をして出るっていう時の気持ちってどういったものなんですか？うん、あ、俺は腰が悪かったからさ、うん、腰はもう腰痛とかそういうのでもう本当に出場ができなかった時っていうのは悔しかったし、はい、でも腰っていうのはなんとか、まあ痛みをこらえればなんとかできるんだろうけど、はい、やっぱ首とかさ、うん、なんかこう膝とかさ、はい、肩とか脱臼したとか、うん、膝も靭帯損傷したとか、はい、もうそれはもうとてつもない怪我だよね。そうですよね。悔しいと思うよ、悔しいと思うけど、でもそれを受け入れて、うん、またその違う道を選んでいかなきゃいけない、うん、だから彼らっていうのはいろいろ怪我の後すごい苦労したんだと思うよね。そうですよね。そう思うとなんかこう胸が痛くなるね。そうですね。うん、でも今日この3人をピックアップしましたけれども、この見てる方たちがその3人プラス3人以外でこう思い出に残ってる、こうパッとこう輝かしいこう成績を残して怪我だったりいろんな事情で離れていった選手っていると思うので、またね、コメント欄に書いて、コメント欄からそういうのを拾って、うんうん、またクローズアップしていきたいよね。あ、そうですね、一人一人にフォーカス当ててもいいですよね。ね、はい、はい、分かった。はい、はい、じゃあコメント欄にどんどんお寄せください、はい、よろしくお願いします。